待たせたな。いやー、どうも皆さん、お久しぶりでございます。リックだよ。みんな覚えてる？どうも。いやーね、仕事がちょっと忙しくてね、実況撮る時間が全然なくて、いや久々のね実況になってしまいましたが、まあ確か前回なんだ、牧村誠班をね始末しに行こうかというところで確か終わったと思うんですけれども、みんなは覚えてるかな。では今からね、早速ね、牧村誠班を殺しに行きたいと思います。あとなんか言っとくことあったかな。あとそうだ、自分ね基本的にね、あのゲーム実況外でゲームはやらないんですよ。でも今回ねちょっと実は時間ちょっとの間でね、ちょいちょいゲームやってました。というのもですね、ちょっと前回の動画にあのカツアゲくんに駆られてるところでね、お前下手くそだなと、勝つ気あんのかバカみたいなコメントをちょいちょいあってね、それ見てちょっと、うん、ピキっちゃってね、うん、切れてはないよ、うん、切れてはないですけれども、うん、ちょっとピキっちゃってね、それでまあカツアゲくんのね、まあなんていうんですかね、まあ、対処法というか攻略法みたいなものを自分でね独学でねちょっとやってみようと思ってちょいちょいやってた結果、どうなったかっていうとこんな感じに、あ、ちょっとそれはいいや、後で見せるわ。とりあえず始めよう、ゲームを始めよう。ほぐし会館ここだな。ほぐし会館ここや。ここに例の牧村誠がおる。そいつをやれば俺は極道に戻れる。ためらう必要はない。この日のために今まで耐え忍んできたんやないか。あん時のような惨めな思いはもうしとうない。今度こそやったるんや。このまま突っ込む？イエス、やっちまおうぜベイビー。そうそう、あと自分いろいろちょいちょいやってたって言ってたけど、基本的にね、あのカツアゲくんの攻略だけで、サブストーリーもね、あのアイテム、その回復薬以外のアイテムも買わずに、ただただカツアゲくんにこう巡り合ってね、ボコボコにしてもらうっていうのをやってただけなんでね、ここ特に何にも変化はないと思います。デコってますけどね、可愛く可愛いね、こんな顔して。ういマキブラどこや。いないね。今普通に蹴破ってたけど、日本の扉って基本的に引き戸だから、あれはもうね、映画の中だけというか洋画の中だけだよね。いるのかな。何や、誰もおらんのかい。うん、出直すか。怖い。こいつが牧村。敵じゃないだろこれ完全に。何がこたんで。どなたですか。おっと。あれ、お客様ですか。そうです、かわいい。おかしいな、すみません、誰かいらっしゃってますか。目が見えないんだね。なんやこいつ目が。もうドア開けっぱなしで出かけちゃったのかしら。
この顔なんだこれ顔芸じゃん、もうただの。とっくに逃げとるわ。落ち着けやな。どこにいたんですか。俺は今店に入ってきたとこや。いきなりあんたがすごい勢いで突進してきたもんやから避けきれんかったんや。ビビったのは俺の方やで。でも今日の予約はもう入っていないはずです。そうなんか。いや、実はもう体がバラバラになりそうなくらい辛くてな。そしたら知り合いにこの店の店長の話聞いてな。なんやゴッドハンドっちゅう噂らしいやんか。せやから飛んできたっちゅうわけなんやけど。あ、おい、すみません怖くて。かわいい。すみません。あ、いいえ、守ってあげたい。ええんや。で、店長はおらんのか。今日は出かけて帰ってきません。あら、かわいい。すみません。いいえ。なんで謝るんや。わかった、とにかく出直すわ。本当にすみません。泣くなや。どこがお辛いんですか。え、さっき体がバラバラになりそうって。治療されるなら早く予約をされた方が。え、ああ、それはもうええんや。ほな、まだな。やっぱり違う、言うとやろうが。ああ、ほら、わかった。お姉ちゃんにやってもらおうかな。な、それなら納得してもらえるか。え、この子にマッサージしてもらえんの。マジで。牧村がいらんねや、おい。あら、あら、わお！お客さん、本当に凝ってますね。相当つらかったんじゃないですか。あ、ああ。こんなに体を酷使されてるなんて。失礼ですが、お仕事は何をされてるんですか。仕事？俺は。あ！内緒や。キャバレーのボーイや。証言前や。さすがに、まあ、目が見えないから何言っても一緒だと思うけど、証券マンはちょっと話のネタに辛いからね。ボーイとしておこうか。俺はキャバレーのボーイや。そうなんですか。同業の方たくさんいらっしゃいますよ。へえ。やっぱり大変なお仕事みたいですね。この前もグランドってで有名なお店の人が来て、支配人がむちゃくちゃばかりするから毎日すごい大変だってそいつは誰や。ほう、誰や一体。よく貧乏暇なしって言いますけど、私は忙しい方がいろんなお客さんと知り合えるから全然苦にならないんですよね。へえ。私、お客さんから仕事のこととか街のこととか聞くのが好きなんです。お客さんが普段どんな仕事をしてて、それで体がこんな風に凝ってるんだなって。施術をしながら頭の中で想像したりするんです。ちょっと鼻くそほじってたら、ちょっとでっかいの取れたんで、ちょっとティッシュ取ります。
このままこっちの捜査に探られてもしゃあない。むしろこの女から情報を聞き出した方が。腹地出てきた。マジかよ、ほじりすぎた。女の子と店長のこと、まずはね、君のことかな。店長はもうどうでもいい。この際姉ちゃんの話聞かせてくれや。ああ、のや趣味とかあるんか。うん、そうですね、展示の本を読んだりもしますけど、ラジオを聞く方が好きかな。うん、ラジオか。最近はテレビの方がええって思ってたけど、目見えへん人でも楽しめるっちゅんはラジオのええところやな。そうだね。でも一方的に話を聞くより、こうしてお客さんと直接お話をする方が好きなんです。だから仕事が趣味みたいなものかもしれません。ああ、一番いっちゃええやつや。人と話すんが好き言うんやったら、あんたホステスなんか向いとるんとちゃうか。私がですか。スカウト。さすがにそれは抜かりない。あ、いやいや、ああいう店に来る男っちゅうのは誰かに自分の話がしたいんや。せやからホステスっちゅうのは何よりもまず聞き上手でなきゃあかん。そういうものなんですか。そんなもんや。その点姉ちゃんはいい線いっとると思うで。しかし仕事が好きか、そら羨ましいの。お仕事好きじゃないんですか。うん、まあ上司がちょっとな。そうなんですか。じゃあきっと私は上司に恵まれてるんですね。店長に出会えて私本当に助かったんです。店長のお店だったから今までやってこれたけど、他のお店だったらとても。ポスターぐらいもうちょっと笑顔で撮れや。本当に、なんだあの顔、誰も来ねえぞ客は。一体どないなやつなんや。ああ、次店長のこと聞いとくか。しかしなんかさっきからプレステ4がいきなりウィーとか言い出して、もうぶっ壊れそうな勢いでな、ウィーム言ってんだけど大丈夫かな。これどないな人なんや。店長ですか。そうですね、なんか見た目は怖いらしいです。なんやその見た目はっちゅうのは、まるで実はちゃうみたいやないか。だってあんなに優しい人他にいませんよ。 そりゃ怒鳴ると怖いかもしれませんけど。うん、そのなんや暴力を振るうタイプとちゃうんか。暴力？確かに店長力は強いみたいですね。店長の指圧を受けてるお客さんはいつも悲鳴を上げてます。やりすぎだろう。いやそういう意味はのうてな。でもあんなに強く指圧してるのに揉み返しが起こることが全然ないってすっごく評判なんですよ。ゴッドハンドっちゅうやつか。どうしてもお店に来られないって人のために出張訪問まですることもありますし、いつもお客さんの健康を第一に考えてるんです。整体師としてもそうですけど、人間としてとっても尊敬できる人ですよ。それに以前私も店長に救われたし。救われた。とにかく店長は全然怖くないですよ。人は見た目によらないってことで。私見たことないですけど。なんだろう、ギャグ笑って笑っていいのか。そうか、ちょっと俺も整体師になろうかな。いや、いいな。
客さん、お客さん。なんや、寝てもうたんか。相当お疲れだったみたいですね。リンパも全然流れてなかったみたいですし、睡眠不足が続いていたんじゃないですか。ああ、そうかもしれんな。じゃあ今度は仰向けになってもらえますか。ちょっと枕の準備しますね。ったく、何してんねや俺は。あれ、店長。え、いやー参った参った、財布忘れたまま飯食うてもうたわ。また忘れ物ですか店長。おお、先日中か。いらっしゃい。おお、これはお邪魔やったから。怖え、怖い。この方、店長をご指名でいらっしゃったんですよ。お仕事が大変みたいで、体中カチカチで、私が無理言って施術させてもらったんです。ですよね。ああ、そうや。ほう、そない体痛めつける仕事っちゅうも興味ありますな。あれ、店長、ハリーですかそれ。はあ、弟子に任せっきりやったら新規のお客さんに失礼やしな。オプションでハリー行っとこうか思ってな。え、本当ですか。やめてよ。お客さんラッキーですよ。ラッキーじゃないよ。店長、常連さん以外ハリ治療やってくれないんです。死んじゃうって。店長のハリ級だったらお客さん残りも良くなるかもしれない。あれ、何の音だろう。ああ、あかん、大事なもん忘れたわ。ちょ、お前タバコ買うてこいや。私、春やるときわしがタバコで急に火つけるんは知っとるやろ。あ、早く買うてきて。でも私だと時間かかりますよ。大丈夫や、それまでゆっくりこのお客さんのツボチェックせなあかんからな。じゃあ行ってきます。おう、気ぃつけてな。はよドス取ったらどうや、固めのあんちゃん。こういう状況も慣れっこっちゅうわけが。おお、面白くなってきたね。誠さんよ、そんな前どこで聞いたんや。どこもかしこもあるかい。テレクラで引っ掛けた女つこうて派手なリサーチかましとりゃ名も売れるわ。ほう、いろいろ調べてきたようやな。なんや、ずいぶん余裕やな。近江の鉄砲玉がなんか知らんが、的の店で気抜いとるようなど素人の殺し相手ならなおさら。ん、悪いことは言わん。このままおとなしゅう帰れば見逃してるで。ふん、引く気はないか。ならゴッドハンドの大サービスや。行くでー。おお、やるんか。この狭いところで。アクス、あ、当たらんの。あ、ダメだ。おお、やっと決まった。
マジか。あ、でも意外と、あ、いけるね。余裕だわ。こいつはボコボコでしょ。さあ、何ボタンから？ホットハンド、ソフトは言わへん。よいしょ。あいつ、やばいツボをしてきやがる。あー、ダメだ、早いな。よし、このヒートアクションのボタン消えたら早いね。さすがゴッドハンドや。やっぱ男は素手でいこうか。あら強い、全然効かない。なにこれ、なんでこんな効かないんだ相手。カウンターもある。よいしょ。ほらやった。あとちょっとだね。決まったな。あ、あぶれ。悪いがもらったぜ。少し強くなりすぎてしまったようだな。ただの鉄砲玉やと思っとったが、一味ちゃうな。何もやお前。こっちのセリフや。なよ。邪魔すんで。やっぱりチンケなチンビラかい。ちゃんとお仲間呼んどったちゅうわけか。なおか、お前の仲間とちゃうんか。なんやと。取り込み中すんまへんな。あんたが店長のリー・ウェンハイやな。牧村誠はどこや。え、リーやと。何言うてんねん。わしが牧村誠や。ああ。何しょうもない嘘ついとんねん。うん、今までそれで乗り切ってきたんかもしれんが、うちらには通用せんで。何やと。あ、せやったら。はい、店長、買ってきましたよ。あれ、店長。まこと、なんやと。え、おお、ええタイミングや。おかえり、牧村まことちゃん。なバカな。お客さんですか。おい、さっさと連れてけや。逃げろ、まこと。